ピラーニャ。ピラーニャは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はピラニアにちなんで命名された。その名を持つ艦としては一隻目。ピラーニャは1943年6月21日に、メインシュー・キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年10月27日に、ウィリアム・エス・ファーバー夫人。 海軍作戦副部長、ファーバー少将の妻によって、命名、浸水し、1944年2月5日に、艦長ハロルド・イルーブル少佐、アナポリス1933年組の指揮下、収益する。東海岸での訓練後、ピラーニアは1944年4月3日に、キーウェストを出港し、パナマ運河を経由、母港となる、真珠湾に向かった。 真珠湾には5月18日に到着し、最終訓練に入る。6月14日、ピラーニャは最初の紹介で、ガードフィッシュ、スレッシャー及びアポゴンと、ウルフパック、ミッキー・フィンズを構成し、ルソン海峡方面に向かった。7月12日朝、ウルフパックは、バタン諸島近海で、南下してくるモマレイチ船団を発見。7時20分、ピラーニャはの地点で、 日蘭丸、南洋海運、6503トンに魚雷を2本、命中させて撃沈した。4日後の7月16日朝、ウルフパックアの地点で、高尾からマニラに向かう魂21戦乱を発見。9時45分、ピラーニは、心差しアトル丸ル、大阪商船、6182トンを撃沈。これを手始めに、スレッシャーが、聖霊丸、大連起船。 4918トンと小山丸、広告機船、2838トンを、ガードフィッシュが一時、山丸、宮地機船、5215トン、万安島丸、山下機船、5864トンと、日山丸、宮地機船、2838トンをそれぞれ撃沈し、その損失は、フィリピンの日本陸軍に痛手を与えた。 数回敵機及び小海艇による攻撃を受けたものの、ピラーニアは損傷なく切り抜けた。8月8日、ピラーニアは52日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。8月30日、ピラーニアは2回目の紹介で、フィリピン近海に向かった。この頃、ウィリアム・ハルゼー大将率いる第3艦隊がペリリュートを攻略支援でこの海域に進出した。 日本海軍の艦隊が出動することを念頭に置き、ハルゼー大将はフィリピンとペリリューの間にピラーニアを含む10隻の潜水艦を日本海軍が採用したような二重の三回戦を構成して配備させた。この三回戦は俗にハルゼーの動物園、あるいは単にズーと呼ばれたが効果は全くなく、以後の作戦で二度と採用されることはなかった。動物園に参加した。 ピラーニャ以下の潜水艦は任務終了後ルソン海峡方面に移った。ピラーニャも20度線沿いに紹介を行い、10月9日に照海艇と遭遇。ピラーニャは激しい爆雷攻撃に耐え、返り討ちにして敵艦を破壊したと判断された。10月23日、ピラーニャは56日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。11月9日、 ピラーニャは3回目の紹介で、東、シナ海に向かった。ピラーニャは、通常の紹介の他に、九州を攻撃する、B-29 部隊支援のための救助、配備任務に当たった。1945年1月8日、ピラーニャは、南西諸島海域で、特設捕獲猛艇、第2新東丸、沢山機船、540トンに魚雷を2本、命中させて撃破した。 しかし、護衛艦の攻撃を受け、再びの攻撃位置を取ることはできなかった。1月13日、ピラーニャは52日間の行動を終えて、グアムアプラに帰島。艦長がドナルド・ジー・アービン、アナポリス1934年組に変わった。2月11日、ピラーニャは4回目の紹介で、南シナ海方面に向かった。ピラーニャは、ルソン島から台湾。 香港への海上航路で目標を捜索した。台湾への空襲が行われる間、ピラーニャは救助配備任務にあたる一方、2月27日には日本の航空機用の投下任務についていたと考えられるジャンクを撃沈した。3月5日、ピラーニャは香港を出港した船団に対しての接近を大きな漁船団によって妨害された。 過去の海戦の策略に習って、ピラーニャの乗組員は、日本の軍艦機を即席で作成し、それを形容した。偽装は成功したものの輸送船団を発見することは、できなかった。ピラーニャは、全速力で漁船の間を縫うようにして航行した。3月26日に、プラタス島に対し4インチ砲弾を77発、40ミリ機関、砲弾125発を打ち込んだ後、 キロに着いた。この紹介では3度、そのうち1回は、米ク島沖で10日間、敵機からの攻撃を回避するための先行を行った。4月21日、ピラーニャは69日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。5月17日、ピラーニャは5回目の紹介で、日本近海に向かった。5月22日から31日には、南鳥島沖で、 救助配備につくかたわら、最終日の三十一日深夜には同島に対して、艦砲射撃を行った。同島での戦闘では、沿岸砲台から数回の砲撃も受けている。サイパン島で燃料を補給後、ピラーニャは、本州沖に進路を取った。この頃、日本本土沿岸での商船の航行量は十分の一に減少し、ピラーニャの紹介活動は、 浅い海域及び敵護衛艦によって妨げられることが多くなった。苦戦艇及び航空機からの攻撃の危険性は高まり、ピラーニャは安全な推進を取ることが難しくなった目置きでの活動を強いられることとなる。しかしながら乗組員の勇気と執念は戦火の結実につながった。6月16日、ピラーニャはの北海道内浦湾熊泊まり置きで A へ、ええ、染まる。 日本優先6890トンに魚雷を命中させ、A ソマルは被害人内につき6月19日に放棄された。翌17日には沿岸輸送船を撃沈し、ドラム缶を満載したトロール船を砲撃で破壊した。6月22日には、野戸戸が先東大沖で第196号解剖艦に向けて魚雷を3本発射、うち1本が 第196号解剖艦の完備に命中して、火事を破壊し撃破した。23日にも2隻のトロール船を破壊し、護衛艦による反撃でわずかに損傷を受けたものの、大したことはなかった。7月10日、ピラーニャは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月14日、ピラーニャは6回目の紹介に出たものの、 14時間後に、帰祷を命じられた。新珠湾に帰祷したピラーニャは、本国に開港され、9月11日に、サンフランシスコに到着。1946年5月31日に、メアアイランド海軍造船所で退役した。予備役として保管されたピラーニャは、1962年11月6日に、ギースマイナス389、38補助潜水艦に、艦首変更され、 1967年3月1日に除籍された。その後戦隊はスクラップとして売却された。ピラーニャは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。